この素晴らしき世界、最終話あらすじ妙子、若村麻由美、太刀と安原、西村雅彦、たちの思惑がぶつかり合う。俳優の若村麻由美が主演を務めるフジテレビ木曜劇場、この素晴らしき世界、毎週木曜午10時の最終話が、14日に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。同作は、平凡な生活を送る、主婦、浜岡妙子、若村、が、ひょんなことから芸能界で活躍する、大女優、若菜絹代、若村、になりすましながら二重生活を強いられてしまう、なりすましコメディ。若村は主婦と大物女優という真逆な性格&生活を送る一人二役を演じる。妙子、ひがり子、木村佳乃、水田夏生、沢村和樹、たちは沖ノ島紀明、吉田宗洋が起こした犯罪を暴露することを決意。陽一、牧田スポーツ、いやあきら、中川大輔、生田氏の、平優奈、青井蛍、長瀬莉子、浅野俊則、里井健太らの協力も得て一致団結して計画を進めていた。若菜絹代、若村、二役の不倫相手で、妙子に助言を送っていたミスターサマータイムこと葉月京介、椎名桔平も背中を押してくれている。さらに妙子たちは暴露サイトを運営するグリフ、久保山智弘にも協力を仰ぎ、次の日曜の24時から動画制配信を決行することに。しかし、妙子たちの行動はグリフを通じて安原光明、西村雅彦に筒抜けだった。沖ノ島の犯罪を隠蔽した国崎藤次郎、酒井正明に事情を話した安原は、同じく裏事情を知るテレビ局専務、堂々、古郡正弘に、日曜日の夕方に放送される同局のニュース情報番組のコーナーに若菜絹代本人を出演させるよう頼む。そこで、現在世間に若菜として顔を出している人物が偽物だと告発させ、妙子たちの計画を潰すことを目論んでいた。妙子たちと安原たちの思惑がぶつかり合う中、日曜日を迎える。テレビ局のスタジオでは安原や室井セシル、丸井ワンたちが見守る中、若菜のコーナーが始まる。莉子の家ではグリフが妙子たちに番組を見せまいと必死になる。